2024年自転車に最高すぎるドライブレコーダーが誕生しました。はい、皆さんどうもこんにちは、ヨシです。今回はこちらのリンクフローボールドという自転車向けのドライブレコーダーをお借りしたので紹介したいと思います。こちら中身を開けると、ほい、こちらがカメラ本体となっております。で、本体の外観はこのようになっていまして、でこちらがカメラ本体のレンズとなっていて、このレンズに関しては約 148.2 度の広角レンズが入っております。で、面白いのがこちらのレンズの角度が調整が3段階可能となっています。角度調整に関しては0度、45度、90度、この3つで撮影することが可能なので、いろんなアングルから撮影することが可能です。こちら横にあるのが電源ボタンで、長押しするとこちらの前に LED が光って、しばらくしたらこちらのディスプレイに文字が表示されます。こうかな。で、横にあるこちらのディスプレイボタン、ホーム画面の状態で長押しすると各メニューの項目に入って、短く押すとメニューの選択、長押しすると決定項目となっております。で、真ん中にあるのがマルチボタン、カメラ本体録画している時にこちらのマルチボタンを1回短く押すと、現在撮影しているファイルのフォルダをロックする機能になっております。で、こちら長押しするとアプリ接続時に関しては SOS の通知を送信する機能となっております。こちらの機能に関しては今後提供する予定となっているそうです。そして一番下のネットワークボタンに関しては、こちら専用アプリと接続するための Bluetooth のオンオフの切り替えとなっております。短く押すと Bluetooth のオンオフ、長押しするとネットワークの初期化する機能となっているそうです。で、こちらが撮影するボタンなんですが、で、こちら1回短く押すと写真が撮れます。逆に長押しするとこのように動画が撮影が始まります。で、本体のこちらにマイクがあるので音声も撮ることが可能です。はい、では次こちらのカメラを自転車本体に取り付ける方法をお伝えしたいと思います。はい、ではリンクフローボールドを自転車に取り付ける方法をお伝えしたいと思います。取り付ける際のマウントはこのように3つありまして、1つずつ紹介します。まず1つ目に、サイクルコンピューターと同じ爪をしているマウント、こちらガーミンのサイクルコンピューターと同じ形でして、このようにスライドして奥までカチッと音が鳴るまで取り付けます。その次にサイクルコンピューターのマウントの台座に押しながら、よいしょ、ひねる、これで取り付け完了です。2つ目がこちらの GoPro でもよく使われているマウント、こちらも奥まで差し込んで、このような形のマウントをお持ちの方でしたら、この下からまっすぐ入れて、このカメラの撮影のアングルを決めながらネジを締めていきます。こちらで OK。 そして3つ目がこのスクリュータイプのマウントです。これは別途で購入する必要があるのですが、このようなマウントを準備していただいて、このように回しながら取り付けていって、先ほどと同様奥までスライド、そして下からまっすぐ入れて、よいしょ、角度を調整しながらネジを締めていきます。これで3種類のマウントの取り付け方法は以上になります。はい、では次こちらのリンクフローボールドのすごい機能をお伝えしたいと思います。まず1つ目、なんといっても最大 4K ウルトラハードディスクで撮影することが可能です。なので撮影する時の画質めちゃくちゃこだわってる人には嬉しい機能ですね。そして2つ目に関してはバッテリー容量が多いです。バッテリー容量が 3300mAh で、最大連続撮影時間が8時間となっております。すごすぎる。そして3つ目に関しては内蔵メモリーで、最初から 64GB 入っております。 64GB でもかなり多いと思うんですが、それでも足りないっていう方に関しては、こちらの裏に外部マイクロ SD カードを入れるところが入ります。マイクロ SD カードに関しては最大 256GB のカードに対応しております。はい、次4つ目
4つ目に関してはレンズの中にソニーのセンサーが入っておりまして、ソニーのセンサーが入っているおかげによって今流れてると思いますが、朝、昼、夕方、夜間、各それぞれ綺麗な映像を撮影することが可能です。結構はっきりくっきり映ってるのでめちゃくちゃ映像綺麗ですよね。特に夜間の映像でも結構画質がぼやけることなく撮影できてるのが感動しました。で、最後に5つ目、5つ目に関しては落車などの衝撃を感知した際に自動的に各インターバル区間で撮影が自動的に始まります。なので事故発生時からすぐ撮影が始まって、しかもそのフォルダに関しては自動的にロックがかかるので、それ以降撮影し続けたことによって上書き保存などで消されることはまずないです。いろんな機能をお伝えしましたが、僕が気に入ってるのは SOS 機能、大容量バッテリー、上書き保存、こちらの3つとなります。こういった機能に関してはアクションカメラではまずない機能なので、さすが自転車向けのドライブレコーダーだなって思いました。最後にこちらのリンクフローボールドの購入方法、現時点では幕開けというサイトから購入することが可能なので、気になる方は下の概要欄に URL のリンクを貼っているのでぜひチェックしてみてください。はい、というわけで今回はこちらのリンクフローボールドの紹介でした。今の時代自転車にでも本当にドライブレコーダーあった方がいいです。はい、というわけで今回の動画以上になります。僕のチャンネルでは普段走行動画だったり、たまにレースの動画、あとは今回のような自転車向けの商品の紹介も出しているので、気になる方は過去の動画もチェックよろしくお願いします。では皆さん次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら、バイバイ。